こんにちは、徳仮面です。今回紹介するのはこちら、耐水紙ヤスリです。富士スターさんの600番、800番、1500番の3種類です。こちらの耐水紙を使ってハサミを磨いてみようと思います。表面仕上げに仕上げようと思います。600番です。800番です。1500番です。この数字が書いてあるところで折ると何番を使っているかっていうのが分かりやすいです。折り目を数回つけると切りやすいです。600番。800番。500番になります。研ぐ前は輝きはほとんどありません。まずは600番から磨きます。耐水ペーパーなので濡らします。
かなりボロボロになりました。これで600番は終了します。拭いて輝きを見てみます。結構光ってきました。こっちが磨かれてない方です。こっちは磨いた方です。結構違ってきます。次は800番で磨きます。800番もかなりボロボロになりました。800番は終了します。拭いてみます。かなり光が出てきました。こっちが磨いた方で、こっちが磨いてない方です。かなり違います。最後の仕上げ、1500番で磨いてみます。100番もかなりボロボロになってきましたので、これで終了しようと思います。拭いてみます。
かなりピカピカになりました。こちらが磨いた方で、こちらが磨いてない方です。光が全然違います。時間的にはだいたい10分程度だったと思うんですけど、こんな短時間でこんなに綺麗に磨きます。もっと時間をかければもっと綺麗になると思います。今回の紹介は耐水紙ヤスリでした。